こんばんは。時刻は午後6時を回りました。学生応援プログラム午後6時の学校吉見高校スクールオブ PM6、 人生のアジテーターケンジウチです。お願いします。さあ、そして今日も高校生元気にください。どうぞ。ホマです。よろしくお願いします。さあ、ということで7月18日の火曜日、今日はコマちゃんとお送りしていきます。吉見高校スクールオブ PM6。 この番組は平松食品の提供でお送りします。改めましてよろしくお願いします。お願いします。まあ、高校生、小学生、中学生、まあ、全国的に今週から夏休みが始まっていきますよということで、ハッピーウィーク突入ということでね、もう長い長い夏休みが始まっていきますが、どうですかコマちゃん、夏楽しむ予定は？あります。コマちゃん夏楽しむ予定もくとも、まあ、常に楽しんでる感じだよね。いろいろこの間出演してくれた時は音楽が好きってことでね、はい、あのガマゴーリで開催されるフェス、はい、森道市場に行って楽しんできますよとかね、はい、そんなこと言ってたけど、どうだったフェス行って？めっちゃ楽しかったです。日焼けめちゃくちゃした？あ、もうなんかガチガチに塗って、うん、もうガチガチに塗れば日焼けってあれ効果あるのやっぱり？どうなんですか、ね、うん、なんか一回先輩が水泳部でなんかめっちゃ右手だけ塗るっていうのをずっとやってて、実験してあの、だからその夏の3ヶ月ぐらい、うん、でもだいぶ違いました。違った、はい、右はちょっと白いけど左全然黒いぞみたいな。あ、やっぱ効果あるんだ日焼け止めって。健二うちまだ人生で日焼け止めあんま塗ったことがないからな。あ、本当ですか。あんま効果があの実感したこともないし、うん、なんか塗らなくてもそもそもあんま焼けないというか、うん、めっちゃ羨ましい、うん、そんなに外に出てないのかなみたいな。そんなことないんだと思うんだけど、なんか全然焼けにくいっていう、なんか噂によるとこう体内の水分量が多い人はなんか焼けにくいっていうね。へー、じゃあいっぱいお水を飲めば、うん、お水飲めばとかかな、うん、なんかこう乾燥してる人はやっぱ焼けちゃうんだって。じゃあ保湿落ち葉とかがね燃えやすい原理と一緒だよね。へー、もう緑の葉っぱより落ち葉の枯れちゃった葉っぱの方が燃えやすい原理としてね、ちょっとあの日焼けしやすいよという人はもう本当水分しっかり飲んでほしいなと思います、はい、今この時期暑いですからね、熱中症対策でも水分しっかり飲んだ方がいいと思うのでね、しっかり飲んでほしいなと思います。なのでね、オープニング、ぜひとも皆さんあの今ドリンクとかにあったらぜひとも飲んでください。あの喉乾いてなくても飲むことが大事なんだよね、夏は気づかぬうちに脱水症状になってますので、しっかりと飲んでいただけたらなと思います。さあ、ということで今週から夏休みが始まっていくということで、今日のメッセージテーマは夏のおすすめスポットとなっております。まあ、この夏どこに遊び行ったらいいか、そんなねお話をしていけたらなと思っております。そして今日の吉見高校スクールオブ PM6 はなんとなんといつもと全然違う、むしろ初めての試みと言ってもいいかなっていう、そうな、初だよ、コマちゃん企画ですよ本当に。嬉しいです。コマちゃんが音楽大好きということで、はい、いろんな曲をね選曲していただけるということなので、今日はあの、まあ、この後1曲かかってニュース、天気、交通はいつも通りやりますが、それ以降もうコマちゃんの選曲、そしてケンジビッチの選曲がオンパレードで流れまくる、はい、まあ、ミュージック PM6 という感じでやっていこうかなと思ってますんで、いつもと違う雰囲気の吉見高校スクール PM6 お楽しみにしください。メッセージの方はあのぜひとも今ラジオを聞いてるアプリ FM プラプラからも簡単に送ることができますし、あのインスタの方でコメント DM でも大丈夫です。あの吉見高校スクールオブ PM6 と、検索していただけたら、あの公式のインスタグラムありますんで、そっちの方を、ぜひとも検索してコメント DM、 またはツイッターの方でハッシュタグアルファベット PM6、 ハッシュタグアルファベット PM6、 ぜひともねそんな感じでつぶやいていただけたらなと思います。高校生もね絶賛大募集中ですんでね、どんな高校生でも出演できますんで、ぜひとも出演したい方はこんな感じで言ってください。声出していこうぜ、叶えたいから、めちゃ大声で叫ぶんだ、ビアチさあ、高校生ラジオ出演したい方はぜひともしっかりと声を出してアピールしてほしいなと思います。まああのラジオ出たいよと大きな声でぜひともアピールよろしく。
さあ7月18日の火曜日、 SK48 チーム E の新曲声出していこうぜお送りしております。8月2日アルバムリリースということになってるんですけど、ぜひともチェックいただけたらなと思います。ちなみに今日はね、7月18日この SK48 チーム E の高畑ゆうきちゃんパタゴン誕生日です。ハッピーバースデー。出席確認取っていきましょう。ツイッターの方でハッシュタグ PM6 でつぶえてくれた方ありがとう。番組始まってすぐに遅刻なく出席どうも Thank you。 笹押しさん、おのちん、始まるよ、始まっちゃうよ、始まってます。ノマン始まった、てつやスタート、あやのちゃん、こんな感じだね。まだまだたくさん参加募集してます。メッセージの方も今日は夏のおすすめスポット、紹介していきたいなと思います。曲を紹介するとともに夏のおすすめスポット紹介していく、そんなヤシの実高校スクールオブ PM6、 いつもと違う雰囲気で楽しんでいけたらなと思っております。ハッシュタグ PM6 でつぶやいても OK、 インスタグラムの方に DM コメントでも OK、 アプリからメールでも OK、 いろんな方法で参加お願いします。お送りした曲は SKE48 チーム E 声出していこうぜでした。さあということで、今日の休み高校スクール PM6 は音楽デーということでね、早速一曲夏に聴きたい曲を選曲したコマちゃんから曲紹介よろしくお願いします。ハンバートハンバートで美咲。M6 本日1曲2曲目か、ハンバートハンバート美咲。今日の出演者こまちゃんの夏に聴きたい曲の選曲パート1ということでね、はい、いいね、もう夏感じちゃうね。はい、めっちゃ夏ねえ森道市場ね、はい、行ったみたいだけど、ハンバートハンバートも来てたみたいで、はい、しっかり見てきた感じ。しっかり結構近くで見ました。おー、いいね、はい、この曲やってたの？この曲は、うん、なかったか覚えがあるけど、うん、まあ、ちょっと時が経っちゃったね、森道から、いや本当いい曲でね、去年リリースした曲ということで、はい、ハンバートハンバートの中でも新曲、うん、ハンバートハンバートの中だとこれが結構一番好きな曲になるの？いや、最近出たアルバムの中だったら結構好きで、うん、他にもいろいろいっぱいあるから選びきれない、うん、まあ本当ネットとかでも調べると本当にストレートな愛を歌った楽曲内容って言ってるぐらい、うん、まあ、歌詞もねゆっくり聞くと本当にまあキュンキュンするような本当ピュアな感じのが内容になってて、はい、夏の恋、そんなイメージの曲になってるんじゃないかな、はい、
今年の夏おすすめスポットにもう好きな人と行く、そんなデートとかもねみんなできたらいいなと思っております。おすすめスポットはね、ぜひともリスナーの方教えていただけたらなと思います。ケンジブチの方からでもコマちゃんの方からでもおすすめのスポットは紹介していきたいなと思っております。今日のメッセージテーマは夏のおすすめスポット、そして選曲テーマは夏に聴きたい曲で1曲、ディープシーダイビングクラブフィーチャリング時あさこレフトアローン。僕ら触れたまま怠惰が夏を加速させて光る動画愛の賞味期限起き出さないでね Friday 君はどこかへ新しい扉が開くのを待ってる行かないでこぼれた言葉を追いかけて話しでかけて回った海岸心までまるで傷口のようにそっと抱きしめて何もかも捨てていったね私はいつまでもずっと取り残されたタイプ今日はテンポよくポンポンポーンと曲かけて喋って、そんなミュージック PM6、 ぜひともハッシュタグ PM6 で感想をつぶやいたり、好きな曲おすすめの夏の曲とかもねつぶやいていただけたらなと思ってます。お送りしてます曲はケンジブッチが夏に聴きたい曲、ディープシーダイビングクラブフィーチャリング時あさこレフトアローン、お送りしてます。これ今年リリースした曲でね。あ、そうなんですね。爽快なね、うん、なんかいい夏休みの始まりみたいな、うんうんうん、青春って感じのね、うん、爽やか、うん、おすすめ、こまちゃんにもおすすめみたいな、あ、いきます、刺さるんじゃないかなと思って選曲させていただきましたけど、はい、メッセージもね紹介していきたいなと思います。今日のメッセージテーマは夏のおすすめスポット、笹押しさん、けんじさん、こまちゃん、こんにちは。こんにちは。夏のおすすめスポットは横浜 F マリノスのホームスタジアム、日産スタジアムです。まあ、いわゆる横浜がおすすめってことですね。すごいアバウトな大まかなジャンルでいくと横浜、行ったことない。行ったことない横浜、行ったことない。楽しいよやっぱり、横浜といったらイメージは赤レンガ倉庫。赤レンガ、おしゃれなとこ行くね赤レンガもね、あのフェスやったりするもんね。グリーンルームとかね、あ、うん、やるそんなスポットだし、それこそ本物のウルトラマンが来る場所だからね、赤レンガは。そうなんですか。そうそうそう、あのウルトラ8兄弟っていう昭和のウルトラマンと平成のウルトラマンが、あの合流した奇跡的な映画があって、ケンジブリッジが高校1年の頃だったから、すごそう、で、あの横浜の赤レンガがあの会場にぶち壊されるっていう、で集結する、そう、もう本当にウルトラマンのロケ地聖地っていうことをね、ちょっとあの見に行ったことあるけどね、楽しかったし、本物のウルトラマンごっこするのも楽しかったね空を見上げて本物のウルトラマン、ぜひやってみて。わかりました。映画見てから行くと多分楽しいよ。じゃあ映画見て横浜に行きます。そう、ウルトラ8兄弟。ウルトラ8兄弟おすすめだね。はい、まあその他にもやっぱ横浜中華街とかね、うんうんうん、まあ本当高校生とかも行きやすいスポットだとは思うんでね、割と愛知から近いし、うん、おすすめだね。行ってみたい。うん、横浜、けど横浜も暑い地域ではあるからね、都会だからね、うん、コンクリートジャングルなんで、そこだけはね、なんとか耐えてほしいなって思います。で、おすすめ、笹内さん、ありがとう。日産スタジアム、確かにサッカーも見たいよね、夏、うん、スタジアムで気持ちいいんでね、みんなで、うん、みんなでウォーウォーしましょう、はい、ウォーウォーなのか分かんないけどウォーウォーしていきましょう。お送りした曲はディープシーダイビングクラブフィーチャリング時あさこのレフトアローン。さあ続いてこまちゃん紹介お願いします。はい、天才バンドでダラダラ。海を背負ってる
さあお送りしてます曲は天才バンドのダラダラ。いい夏にぴったり、うん、めっちゃ行きたくなる、うん、ダラダラしたいもんね夏って言ったら、うん、ダラダラするほかないです、うん、活発に動きたいっちゃ動きたいかもしれないけど、うん、まあ本当高校生とかさ中学生小学生からしたら夏休みなんてもう1ヶ月以上あるからさ、もうダラダラ、ね、毎日ダラダラ、40日とかあったらそんな常に日頃から活発に動けないもんね、うん、ダラダラする時間の方が多いぐらい、うんうん、この曲聴きながらねダラダラしてる自分を肯定してほしいね、うん、もうダラダラしていいよ、うん、こまちゃん的にダラダラする夏の一日どういう一日が一番最高なダラダラ、理想は、うん、縁側とかでばあちゃん家のなんかアイス食べるとか、うん、あのしかもあのラムネのアイスっぽいやつ、ね、中にジャリジャリしたような、ね、氷系とかちょっと安っぽい感じ、はい、でみたいなのがいい。でちょっとスイカ持ってきておばあちゃんが、あそうあけどスイカはいらないかなって言ったりとか、ちょっと文句言ったり、ちょっと文句言ってみたり、うん、はい、ダラダラだね。いいね、やっぱダラダラできるのは平和な証拠であるからね、うん、ケンジブッチも休みになると割と活発に動いてばっかりいるんだけど、うん、まあ、社会人になっちゃうと休みがね数少なくなってくるからもうもったいないお化け精神で動きまくっちゃうけどね、たまにはダラダラね、ダラダラしようかな、うん、ケンジブッチも縁側で、うん、ぼーっとおばあちゃんにカトリ線香つけて、はい、やっぱ夏のカトリ線香がやっぱ一番エモさ出てくるからね、匂、うん、いも、うん、そう、なのでラジオ聴きの皆さんも本当に活発に動いて遊ぶっていうのも夏のおすすめのね、あの遊び方だけど、本当にまあ夏のおすすめスポットの一つとしてね、おばあちゃん家でみたいな、おばあちゃん家の縁側とかとてもいいよね。だらだら過ごしてね、夏ゆっくりゆっくり。けどね、高校生、小学生、中学生に関しては本当夏休みの宿題もあるからね。そうです。うん、それもやりながらのんびりと過ごしてってほしいなって。思います。どうなのこの金森太郎はライブとか行ったことあるの？天才バンド、いや、その、うん、反対でっていうのは行ったことないんですけど、うん、あの森道市場で、うん、あの金森太郎来てて、うん、でグラスステージってい う、うん、こう芝生のところでみんなダラダラしながら、あダラダラしながら寝転がって見た感じ、寝転がりながらとか最高じゃん、うん、見ました。羨ましいね。いや、めっちゃよかった。愛知に来ないかな、ね、来てほしいですよね。ちょっと前に多分あの2月3月ぐらいに東京のスカイツリーでプラネタリウムライブみたいな企画があってさ、奇妙霊太郎それも行けたら行きたかったんだけど、うん、すごい行きたい、ね、プラネタリウムもね、その人工的な星空も綺麗でいいけど、うん、まあ、できるならね、この地域は星空が綺麗なんでね、うん、こっちに来てリアル星空のもやってほしい ね、うんうんうん、企画しましょう。そうしましょう。誰かよろしくお願いします。お願いします言っとくだけ。お願いします。まあ、ということでお送りした曲はみんなダラダラしていく夏を肯定しますということでね、天才バンドダラダラお送りしましたが、続いてはねこちらスタッツ執行鈴木まみこのサマーシチュエーション。グラスは揺れよ、溶ける氷、気温とともに薄まるコーヒー、友達calling、 今日の予定ないならどっか行こうぜ、とかいう言葉を聞いて高い空に手を伸ばす Weekend、 すぐに絡まりなくなるイヤホン、ほったらかして外にプリンスを、何をしようってわけでもないけど、アイスからコールなら行こうか、どっか今日は抜け出したい、この街にも飽きちゃったって思っちゃう、これなんか夢の Thing、痛くな日、曖昧な Think、 暗いのがちょうどいい、外気持ちいい、手伸びしてビー、お送りしてます曲はサマーシチュエーション。もう本当にケンジブチが夏になったらもう聴きまくる曲だね、これ。チルイです。チルイ、本当にもう朝方聴いてもいいし、うん、それこそ昼に聴いてもいいし、夕方に聴いてもいいし、夜に聴いてもいい、もうどの時間帯聴いてもいい夏ソングだ、いつでも聴ける、うん、マジでおすすめ、
本当聞いてほしい。サマーシチュエーション。サマーシチュエーション。あなたのサマーなシチュエーションはどんなシチュエーションかなっつって。さっきはダラダラなねシチュエーションをしたけど、好きな人が隣にいるシチュエーションかもしれないし、一人で歩くシチュエーションかもしれないし、いろんなねサマーなシチュエーションがあるかなと思うけど、この夏楽しんでほしいなと思います。メッセージも紹介します。ツイッターから、あやのちゃんいつもありがとう、ケンジさん、コマちゃん、こんにちは。こんにちは。私も森道市場楽しんできました。仲間じゃん。すれ違ってる可能性あるね。かもしれない、ね。ケンジブチは今年はちょっと行けなかったんでね、すれ違ってはないんだけど、多分コマちゃんとあやのちゃん、うん、可能性あるね。あります。どこに見に行ってたか教えてほしい ね。そしたら 100% ね、同じ空間にあるもんね。うん、森道市場は一番好きなフェスです。わかる、共感。夏のおすすめスポットというか、夏につい寄っちゃう場所はスタバですかね。涼しいし、飲み物おいしいし、何より店員さんが爽やかで暑くても癒されます確かに店員さん、スタバの店員さんは暑苦しい人いないね。確かにいないですね。情熱系な人はいないよね、うん、確かに。爽やかな涼しいクールな感じで、うん、ね、でもって笑顔で癒しを与えてくれるみたいな、うん、で、美味しい飲み物も飲むね。今で言うと何が出てるの新作は。今は桃。桃めちゃくちゃ美味しそうだね、うん、桃です。あれ桃って夏のシーズンだっけ。どうでしょう。でも桃狩りはけど夏か、うん、山梨とか。あーいいな。が桃の地域、あ、長野とか、まあ山の方だよね、うん、桃おすすめのスポット、桃狩りっていうのもありだね、うん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 。今日ツイッターの方でね、あの夏のおすすめスポットをもうむしろ教えてほしいぐらいだってね、哲也が言ってたんだよね。ないらしいんで、おすすめスポットがおすすめスポット逆に教えてほしい。桃狩りを提案しますわ。じゃあ桃狩りでぶどう狩りとかメロン狩り、果物狩り、果物、渥美半島メロン狩りやってるからね。あ、そうなんですね。そうそう、田原市は、うん、メロンにメロメロですから。メロメロ、うん、メロンにメロメロスタンプラリーもやってるんで、ぜひともね、渥美半島に来るのもいいのかなって思います。お送りした曲、サマーシチュエーション。さあ続いてはまたまたコマちゃん、はい、お願いします。はい、チャラでスワローテイルバタフライ、愛の歌。番組始まってもう30分経過、午後6時33分。今日のお相手はケンジブリッジとコマです。さあということで、ケンジブリッジ&コマちゃんによる夏に聴きたい曲メドレーをお送りしております。足並み高校スクローピームロック、お送りしてます曲はチャラスワローテールバタフライ愛の歌をお送りしてます、はい、いい曲久しぶりに聴いたよ、うん、チャラいいです。コマちゃんに関しては本当世代じゃないと思うんだけど好きなんだねチャラ大好き、うん、両親の影響車で流れてたりとか、うん、CD が家にあったり、うんうん、そういうのいいよね。昔ね、今年じゃないけど、あのそれこそガマゴーリの、うんうん、今日ずっと話題出てたけど森道市場に来てたよ。でも、うん、あ、見ました見ました。見たコマちゃんも遠くから、
寝転がりながら、いや寝転がりながらじゃなくて、まだ普通に揺れて、うん、あ揺れながら、あ元気だね、揺れ揺れ、あ元気だね、天井っちゃもうバッチリと寝転がんで聞いたね。本当ですか、うん、もうダメ、もう立って聞けない、はい、揺れ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 しながらいいねっつって、はい、うん、そんな綾乃ちゃんはね、ツイッターで報告またくれました、森道市場は今年は3日目に参戦しましたっていう、ね、3日目、うん、3日目だと誰来てたんだ、こまちゃんどこ行ってた、3日目だと3日目だった、まあ、3日間いてたらもうどれぐらいか分からなくなるよねハンバーグは3日目だったかな、うん、まあ、むしろ綾乃ちゃんが3日目どこを見てたか教えてくれた方がすれ違ってたかどうか分かりやすいね確かにどこ見てたかな、うん、好きな、ね、アーティストとかも教えてほしいね、皆さんもぜひとも夏に聴きたくなる曲教えてください。メッセージテーマはね、夏のおすすめスポットってなってるんで、メッセージは全然まだまだ受け付けております。参加たくさんよろしくお願いします。1曲、東京ヘルスクラブ、ケンジブチの聴きたい夏ソング、朝。 Good morning、 朝は来る、目が覚めるとこの街はブルー、昨日のことなら忘れてく、変わる街並みの東京ブルー。 Good morning、 朝は来る、目が覚めるとこの街はブルー、昨日のことなら忘れてく、変わる街並みの東京ブルー、ブルー、ブルノイズオレディオ、低気圧は癖になる、原因不明、頭ドゥビドゥワップ、アップとダウン繰り返す、まぶたの裏で見える真っ赤なシンボル、太陽一周してまた一周、空気丸ごと白くする一瞬、昨日の雨から今日は晴れ、昨日別れて今日またねとか、男子女子ならば夜またね、ああ夜は誰よりフレッシュかどうか、俺は電波飛ばす東京タワー、テレパシー君の元届かないわ、嘘が嫌いなやつは嫌いだ、理解しないで好きにしちゃいな、サンシャインやビルエターなる会社員、でも私の正体ヴァンパイア、朝の乾杯で死にかけてもトマトジュースで復活だ、サンバイザー越しに透かす財布の中身、消えた団体からスタンバイ、ゴミ捨て場、あの横の矢肌までする、おはよう。さあお送りしてます、東京ヘルスクラブ、朝お送りしております。もういいね、夏ソングかどうか分かんないけど、うん、なんかこう夏に聴きたくなっちゃう曲、うん、まあ、自分がね夏に聴きたくなったら夏ソングですからね、うん、目覚ましとかに良さそうね、そうだね、けど朝ブルーなんだぜ、ブルー、まあ、青空でもあるし、こう気持ちが下がってる方のブルー、ブルー、うん、グッドモーニング、朝は必ず来るよ、朝は来る、目が覚めるとこの街はブルー、青いし、まあ、暗いし、暗いし、こっちのブルーって、昨日のことなら忘れてくって、ね、いいね、インフルミワクっていいね、うん、最高。あと50次郎、森道市場気になるって、行きましょう、 そうだよね、そんだけこんだけ言ってたら気になるよね、知らない人からしたら、うん、改めて森道市場がどんなですか、じゃあコマちゃん今年参加したということで、はい、説明お願いします。いろんなアーティストがいっぱい来て、うん、でそれを聴きながらいろんなものが食べれて、うん、いろんなものが買える、そうだね、もう音と食と物が詰まったフェスだね、うん、絶対何か欲しいものは見つかる、うん、疲れないフェスだね、疲れないですね、ウェイウェイって感じじゃないね、うん、まあ、ウェイウェイのスポットもあるかもしれないけど、うん、なんかゆったりできる気がする、うん、まあ本当マイペースな人が多い感じの、そうですね、うん、自分は我こそはマイペースだっていう方はね、うん、あの来年もね開催すると思うんで、はい、参加いただけてね、こまちゃんやケンジブチとすれ違ってみてほしいね、はい、はい、森道市場検索してみてください、漢字で森はあの森の森だね、森、で道は道、ロードロード、市場は市場、市場、魚とかね、野菜の市場、こんな感じで検索してみてください。さあ続いては、はい、ウルフルズで333、俺も熱いぜ恋心。
クルズ333お送りしています。今日はいつもと違い新高校スクロール PM6 ミュージック PM6 をお送りしてます。夏に聴きたい曲を選曲させていただいてます、はい、これもザ・夏ソングやね。聴、いてて夏感じちゃうね超夏、うん、あと50次郎が懐かしい一曲って感じましたよ世代ちゃうもんね完璧に、はい、完璧違いますね。コマちゃん何歳みたいな声になってる今、今年で何歳、今年で 18歳のガーとか選曲したウルフルズ333これもまた親の影響でみたいな、ウルフルズ自体は親の影響、でこれは夏といえばこれかなみたいな、あもう聞いてて、やっぱこれだぞ夏はこれだ。ウルフルズは確かなんか個人的にも夏なイメージっていうね、ノリノリで、ね、汗かきまくりでみたいなね、そんな感じ。そんな波藤五十二郎はね、森道市場に関してご解説ありがとうございます検索してみますみたいな、はい、そんなメッセージも来ました。ありがとう。さあまだまだね、どんどん曲かけていきたいなって思います。続きましてこんな曲、ケンジブチ選曲です。ザ50回転図、11時55分ここにキスを今できるのは風だけって、あすごいよねこれ、すごい、風は好きなあの子のことずっとキスしてんだぞっていうそんなキスはできる、夏の魔法がかけた11時55分、すごいいい曲だな。青春だよ。あの子好きだな、キスしたいなって思ってても、キスはまだできない、俺はなんだって彼氏じゃないから、けど風はいいな、あの子とずっとキスできてて、すっげえポエムだこれ本当に。ポエマーです、だからあれだよ、あのこの歌聞いたみんな、そしてコマちゃんもそうだけどさ、あのもう外出た瞬間にコマちゃんも風にキスされるからねずっとこういう風な曲みたいな何の話やねんってなるね。さあということで次の曲はね、コマちゃんの大好きな曲なんじゃないか。はい、大好きです。はい、紹介をお願いします。キャダラパーフフューチャリング小沢健二で今夜はベティーバック。僕をそっと包むようなハーモニー、ブギーバックシェイキーラップ、神様がくれた甘い甘いミルクアンハニー。1,2,3 を待たずに24小節の旅の始まり、ブーツでドアをドカーと蹴ってるか叫んでどかどか行って、テーブルのピザプラスもうチキン、ビールで一気に流し込み、ゲップでみんなに Say hello on and on to the back and on ってな具合に、行きたいっすね、いいっすね、 Yeah なんてね、よくないこれ、これよくない、よくな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 い、なくなく Easy オレスチャーにいなベースビーなんて具合に、うあうあウェイ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 ガッテンって俺って何にも言ってね、いや投げ出す、マジ投げ出す、フリースタイル具合にマジ投げ出す、スターチェケダーやめ、君こそすげーぜボスマイメン、この頃の僕らと言ったらいつもこんな調子だった、心のベスト10第1位はこんな曲だった。ダンスフロアに華やかな光、僕をそっと包むようなハーモニー、ブギーバックシェイキーラップ、神様がくれた甘い甘いミルクワン、ツー、スリー、スリー、ツー、ワン、
してます。シャララパー、フィーチャリング大沢健二、今夜はブギバークお送りします。これも全世代が知ってる名曲やね。うん、最高。ツイッターの方でもね、あの今日おじさん世代にはすごいあの楽しい選曲だっつって選曲してるのは18歳のガールコマちゃんやからね、はい、おじさん世代が喜ぶ選曲っていう、まあ、時代回ってるってことだよね。つまりそうです ね、いつ聞いても、そう、あの今のおじさん世代が聴いてた曲はあの今のこのコマちゃん世代にとってはもう新しいいい曲みたいなね、こういうね時代の回り方なんだよね多分だからエンジブッチが当時聴いてた、まあ、あの曲とかもまたいつか高校生が聴き始めるみたいなね、オレンジレンジとかさ聴いてくるんじゃないかなと思いますが、さあということでね、哲也の方からもね、夏曲といえばということでね意見くれて、夏曲といえばサザンオールスターズでしょうということでね、確かに夏イコールザ・サザンみたいなね、うん、今の子は津波とか聞くのかなみたいなね、うん、そんな曲があるけど、コマちゃんなんと今回サザン選曲してくれてんだよね、はい、その曲が何なのか、はい、紹介お願いします。真夏の果実、サザンオールスターズです。コマちゃん選曲、夏に聴きたい曲、サザンオールスターズ、真夏の果実、いい曲だね。サザン、いろんな夏曲あるけど、コマちゃん的にはこの曲がやっぱ、うん、好きです。やっぱ四六時中好きって言っちゃう感じですか。この曲に対しても四六時中も好きって言ってる、そんなね目の前通った方もいますね今。僕はピレーネが四六時中好きって言ってますね。翌日中好きって言われたい、彼氏がいたとしたらさ、いたとしたら、うん、うん、嬉しいですよね。嬉しい、四六時中だよ。もう曲あのずっと曲流れてても隣で好き好き言ってるってことだよ。ちょっと嫌かも。四六時中ってね、まあ、この言葉はどういう意味から来たんだろうね。四六時中、うん、何ですかね。なんだろうね、ちょっと言葉の意味調べたくなってきたかな、うん、まあこれ話すともう今日終わっちゃうんでね、やめとこうかな。あの哲也からね、サザン夏曲だねっていうことでね、うん、最初意見あったけど、うん、真夏の果実か、いいね、桑田さんの声いいねっていう、うん、ちなみに僕はダーティーオールドマン、さらば夏よが好きですっていう。おー、これサザンの曲かね、うん、ダーティーオールドマン、さらば夏よ、うん、そうだね、ケンジ君は聞いたことがないんでいつか聞いてみたいし、うん、むしろね、この夏の期間中に吉見高校スクローピングでかけたいなと思います、うん、あと五十次郎も真夏の果実は拙者のカラオケ定番ソングですっていうね、もう世代の人にすごい響いてね、最高、最高、まあ、世代問わずの名曲だからね、うん、夏は聴いていきましょう。さあということで、サザンオールスターズの真夏の果実をお送りしましたが、ここで一旦
シーズンは高校野球シーズンです。こんなコーナー、高校ビッグニュース。はい、高校ビッグニュース。全国の高校、東三河の高校、小さな話題、大きな話題、全部ビッグなニュースだよってことを伝えていく高校ビッグニュース。今この時期はね、高校野球のネタをバババババと紹介しております。今日紹介するのはもちろん愛知県、この高校野球選手権大会、東三河の高校の話題になりますが、なんと最近の試合でね、昨日かな、この豊橋東三河の野球の名門校、豊橋中央高校がね、試合がありました。3回戦、刈谷球場で、なんと中京大中京高校と、まあ、愛知の私学4強と言われる中京大中京高校と戦いました。豊橋中央高校でいうとね、ソフトバンクの谷川くんやオリックスの、中川くん、そして今中日にいる星野くん、そんなね選手を輩出した、中央高校で、そして中京大中京はね、もう選手の名前言い切れないぐらい、プロにね輩出してる、健常率の1個上には堂林選手がね広島にいるかなと思いますが、まあ、そんな名門校対決ということで、この結果はね、まあ、ズバリ言っちゃいますと9対2でコールド勝ちしたのが中京大中京高校、まあ、惜しくも地元対中央高校ちょっと負けてしまったんですが、最後までこう、まあ、強豪とね堂々と自分たちの最高なパフォーマンスを出そうと頑張った、そんな中央高校に拍手です。 ありがとうございます。いい試合でした。ちょこちょこ覗かせていただきました。スポーツブルーというね、そんな全国の高校野球のね予選の動画が見れるアプリがあるんですが、それでちょこちょこ覗かせていただきましたが、とてもいい試合でした。ありがとう中央高校。その他にもね、昨日あった試合では、小堺高校もね明和高校と戦って、3対4でちょっと惜しくも負けてしまいましたよと。そして半田高校が福江高校と戦って、福江高校地元だね、9対2でちょっと負けちゃって、で実習館高校が、結構勝っておりまして、名古屋工業高校と戦いましたが負けてしまいましたと。東三河の高校はねだいぶね、順調に勝ってたのよ、今年の東三河強いじゃんみたいになってたんだけど、惜しくもねちょっと今負け始めているみたいな。暑いからね、まあいろいろとね試合の模様はありますが、高校校が常滑と対決して12対10の激闘の末勝ちということでね、トーナメント進んでおります。そして今週の21日には豊川高校と名古屋工業高校、そして桜ヶ丘対中京大中京、この地元の名門校がまた中京大中京に向かっていくということでね、なんとか頑張ってほしいなと思います。八代高校つくろう PM6 から全力をかけて応援していきたいなと思います。頑張れ高校球児ということで、こんな曲も今日お送りしていきたいなと思います。高校野球応援ソング、マックジャックアンセム。でかい夢掲げるんだ、あの日の涙忘れんな、燃え上がれ We are dreamers、 ヘイトルへと続くアンセム、もっと遠くもっと熱く響かせろこの声を、絶対諦めんな、苦楽を共にしたこのメンバー、一人じゃないこと忘れんな、運命すら変えてやるんだ、燃え上がれ We are dreamers、 栄光へと続くアンセム、もっと遠くもっと強く響かせろこの歌を。さあマックジャックのアンセムをお送りしております。そして、ね、21日今週の土曜日は紳士と有京館高校と安城東の戦いもあります。紳士が勝ち進んでるんです。これなかなか強いよ。これ結構もうトーナメント的に言ったらさ、ベスト何結構進んでるよね、3回戦4回戦ってなると、多分だけどもう1回勝って次勝ってもう一回勝つとこのトーナメントの代表になるね。なので、ベスト16とかに入ってくるんじゃない？あ、次勝ってもう一回勝てばすごい。こんぐらいだよ、すごいね。ベスト何々って。ベスト何々って強い証拠だからね。頑張ってほしいね、残ってる東三河の高校。けど愛知県仲間なんでね、どの高校も頑張ってほしいなと思ってます。熱中症だけは気をつけて頑張ってください。さあということで。夏ソング、こもちゃんよろしくお願いします。はい、ビギンでスマンチェンだから。
僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが自慢中の歌から。いやもう今いいやーさーさーだよみんな、うん、言ってると思うよ、うん、いいナイス選曲だね。今日のラストナンバーはこれですね、はい、ベギンの島んちぬたから、うん、ってことはコマちゃんは夏のおすすめスポットはひょっとして沖縄。沖縄ですか。皆さんぜひとも今年の夏沖縄行きましょう。沖縄、うん、夏にザ夏みたいなとこ行くといいよね、うん、絶対楽しいですよね、うん。沖縄何がある？パイナップル、海とか、うん、うん、コマちゃんもやっぱ行く予定があるの？沖縄には、ね、9月ぐらいに1回行く予定が。全然夏だね、まだまだ、うん、台風だけ来ないで、うん、そうだね、はい、何するの沖縄で。沖縄でなんか学校の予定で行かないといけないんですけど、うんうん、だけどなんか首里城とかは見れるっていう風に、うん、だから観光地、観光しながら、うん、はい、まあ名物食べながらってね、はい、いいね。エニウチのおすすめの沖縄の過ごし方はやっぱりね、ダラダラですね。今回の天才バンドの曲聴きながらみたいなね、ダラダラしてください沖縄は。せかせか動かず、うん、なんかその沖縄タイムっていうのがあるからね、うん、なんかあんまり時間にきっかりしてないみたいな、まあ、心を広くいってほしいなって思います。さあ、ということで今日のシムココスクラップ6はいつもと違ってミュージック PM6 をお送りしました。コマちゃん、ナイス選曲ありがとう。ありがとうございます。夏に期待曲、夏休みスタートのこの今週、うん、夏気分を上げてくれて本当にありがとう、うん、ありがとうございます。また企画していきましょう、はい、秋ソング、冬ソングとかね、うん、多分そんな感じになってくると思うんで、この企画もまたお楽しみしていてほしいなって思います。ということで、吉野高校スクールオブ PM6、 この番組は平松食品の提供でお送りしました。今日のお相手はケンジ武士とコマです。あ、コマでした。また来週お会いしましょう。バイバイ。